まあメンバー選考どうう考えるよりまずはえ目の前の試合に勝つこと、まあ、そこをしっかり目の前の試合で結果を出すことがえまあ日本代表にとってもプラスになると思うのでまずはそこを考えるしかないいと思います、まあ、僕に関しては本当にゴールを取りにいく、えー、ゴールまでの,その過程ってのを大事にしたいですし、はいまあ、そこをどんどんゴールに向かっていくことをえートライしたいなと思います。